今月から県内各地で高齢者への新型コロナウイルスのワクチン接種が始まっています。菊川市では昨日、透析治療を受ける高齢者を優先してワクチン接種しました。菊川市内の透析治療を行う泌尿器と内科のクリニックでは、接種を前に先生から説明を受けています。新型コロナの感染対策の切り札と期待されるワクチン接種、菊川市では優先的に透析患者の高齢者から接種を始めることにしました。せーの、この病院では昨日、5人の透析患者が接種を受けました。透析よりよっぽど軽い注射でどうってことなかったですね。65歳以上とかはね、余計ひどいって聞くから、もしかかったらどうしようかなと思ってね、なんとなく安心っていうか、なんか打ったらもうすっきりしました。透析患者は高齢者が多く、新型コロナに感染すると重症化しやすいリスクもあります。菊川市は医師会と協議し、市内の病院に通院する透析患者113人への接種を決めました。一般高齢者の方に接種するほどの数がなかったものですから、感染した際に、重症化リスクが高くなると思われる透析患者さんのうち、65歳以上の方について、接種をしたらどうかということで、はい、考えました。免疫反応の、弱さというところはどうしてもあるのかなと思います。それからいろいろ体調が悪くなってきたときに、腎機能が悪いことによる不利というところはあるかと思います。他の自治体では高齢者施設の入所者を優先するケースが目立ちますが、菊川市は透析患者の重症化を避けたいと考えました。菊川市の一般高齢者ワクチンは来月8日からスタートします。